スタートしました。さあ、好スタートで早くも4番のアエロプラーナが先手を取りました。スーパーミストが2番手につけまして、ダッシュ方針を早めに行って、現在3番手で向こう上面の直線に出てまいりました。3番手のうちに並んだのが、足毛の1番、アラナスモンタ、そして11番のニューランナーが続いております。その内側の方、中段の位置ですが、2番のミナリワンです。あとは8番のハッピーシャトー、外はコリンプリーズ、大宅ジーニアスが後ろ、さらに7番の1アヤヒデ、後方2頭は6番のストロングファイター、9番のナスのダンディであります。向こう上面直線コースの中央、まもなく外回りコースの第3コーナーカーブに入ります。4番のアエロプラーノが先頭です。マルゼンスキーの子、4歳馬のアエロプラーノ、現在6連勝を続けております。アエロプラーノが先頭で第3コーナーカーブに入りました。さあ、2番手は今日山崎に乗り換わったスーパーミスト、その差は1馬身です。3番手が足毛のアラナスモンタ、現在絶好調です。4番手がダッシュ方正、東京記念制覇したダッシュ方正、石崎隆之は現在4番手の位置であります。そして2番の稲荷番、昨年4歳児は8戦全勝の保証を残した稲荷番が現在5番手で4コーナーから1周目のスタンド前に入ってまいりました。砂陣が上がっております。その後中段の位置には排水口の子ニューランナーもおります。さあ、直線に入りました。外の方にはハッピーシャトー、今年は NTB 杯に勝っております。正面のスタンド前からまもなく第1コーナーへと向かってまいります。ちょっとピッチを落とした4番のアエロプラーノであります。4歳馬のアエロプラーノが先頭で、もう1周あと 1600m です。スーパーミストが半馬身遅れ2番手。さあ、緩やかなペースであります。アラナスモンタ3番手、ダッシュ方正4番手、稲荷番とハッピーシャトーが後ろに並んでおります。さあ、3番の大宅ジーニアス、ただ1頭の牝馬、3番の大宅ジーニアスは中段のちょっと後ろの方であります。現在重賞2連勝中の大宅ジーニアス、その後はニューランナー1アヤヒデ、そして船橋のコリンプリンス、後方から2頭目が6番のストロングファイター、昨年はこの競争3着でした。そしてしんがりからは9番の那須の男性4歳馬であります。向こう上面の直線コースに再び出てまいりました。アエロプラーノが先頭が続いております。依然として4番のアエロプラーノが先頭です。2番手は依然これも変わらずスーパーミスト、差は半馬身。1番のアラナスモンタ、そしてダッシュ方正の3番手4番手は変わりません。5番手も変わりません。稲荷番6番手もハッピーシャドウ、全く和順には変化はありません。ちょっと動いて3番の大宅ジーニアスがインコースの方、外はニューランナーであります。再び外回りコースの第3コーナーカーブに入ります。さあ、ちょっとピッチが上がってくるか。4番のアエロプラーノ、4番のアエロプラーノ、またはふみを先頭で3コーナーのカーブに入りました。スーパーミストが変わらず2番手、差はほとんどなくなってまいりました。600を切っております。3番手アラナスモンタ、ダッシュ方正ちょっと動いた。ダッシュ方正がちょっと動いて3番手に上がってきた。そして2番の稲荷マンは4番手、4コーナーカーブ、第4コーナーを回って直線に向いてまいりました。さあ、ゴールまでは 400m 切りました。先頭はアエロプラーノ、アエロプラーノ、内からアラナスモンタ、足のアラナスモンタ、石川綱をインコースから1番のアラナスモンタが抜けてきた。アラナスモンタが抜けた。アエロプラーノは2番手に交代。外から2番の稲荷マン、稲荷マンぐんぐん来た。2番の稲荷マン黒い帽子、2番の稲荷マン黒い帽子、アラナスモンタ稲荷マン、アラナスモンタ稲荷マン、あとは離れた、あとは離れて、スーパーミスト、稲荷マン伸びる、稲荷マン伸びる、2番の稲荷マン、アラナスモンタ並んでゴールイン。2番の稲荷マンか1番のアラナスモンタか、2頭の争いとなりました。